皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより第4回 9.21 世界平和の祈り奉納祭事を始めさせていただきます。私は司会進行役の神田瑞希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度は国連の定める国際平和デー9月21日に全国48社の護国神社と広島長崎平和公園、そしてこちら靖国神社でコロナの収束と世界平和の奉納祈願を同日開催する運びとなりました。また今年は全国高校書道部47校の皆様にもご奉納いただくこととなりました。それでは初めに本プロジェクトの代表であります宮本達彦より代表挨拶をさせていただきます。和プロジェクト大使の宮本でございます。今私は万感の思いでこの時を迎えております。今から15年前の終戦記念60周年の時にこの国を愛するために靖国という本を上司いたしました。80社の出版社に原稿を送り79社に断られました。60社断られた時私はこちらの靖国に参りまして、もう十分にやれるだけのことをやったと、半ばすがすがしい思いでお参りをしたところ、必勝、必ず勝てという言葉が思い浮かびました。そこで私は這うような気持ちで残りの20社に原稿を送りました。そうしましたら終戦記念日のちょうど1ヶ月前の7月15日出版社の社長から直々に電話がかかりまして、その本は出版される運びとなりました。その後私は日本の平和思想、和の精神をどのようにして世の中に発信したらよいだろうかと探しました。そうしましたらちょうど今から3年前あなたが世の中に和の精神を広めたいなら自分たち英霊を使いなさいという言葉が思い浮かびました。ちょうどその頃に私は岐阜護国神社にお参りしました。するとそこに平和という二文字を刻んだ碑がございました。後で数えてみましたら岐阜護国神社の境内には3基もの平和という二文字を刻んだ碑がございました。そうか、あの戦争さえなければ私のお父さんは死ななくて済んだのに、息子は死ななくて済んだのに、世界が平和でさえあればこんな悲しい思いをしなくて済んだのに、護国神社並びに靖国神社というのはそのように心から切に平和を願っている方々の心の拠り所なんだと改めてそのことに気がつきました。どうしても戦争で亡くなった兵隊さんを神様としてお祭りしているので間違った印象を持たれている方もいらっしゃいます。しかし間違いなく護国神社並びに靖国神社は本当に世界の平和を願っている方々と寄り集うところ、寄り所、そしてその平和を祈る聖地、私は
なんとかそのように世間の人に護国神社並びに靖国神社がそのような認識を持たれるようにと思いまして、3年前9月21日国際平和デーに全国の護国神社でこのような平和を願った記号を始めた次第でございます。そして4回目の今年、ありがたいことにこちら靖国神社でも開催される運びとなりました。15年前この国を愛するために靖国という本を上司したとき、私は一人で正殿参拝をいたしました。今日はこの催しを開催するにあたって多くの仲間と一緒に正殿参拝することができました。本当に万感の思いでございます。全国の護国神社では今から読み上げます代表挨拶、こちらでも読み上げて私の挨拶とさせていただきたいと思います。この度はご参集いただき誠にありがとうございます。ここ靖国神社で祀られている御英霊は、幕末から先の大戦という混乱の時代を生き、戦争でお亡くなりになった方々です。日本人の平均寿命が50歳を超えるようになったのは先の大戦以降であると言われています。特に戦時中の日本人の平均寿命は31歳で、それ以前も現代の私たちと比べて非常に短いものでした。人生100年と言われる現代の私たちは、人生80年を普通に想定してどう生きるかと思いを巡らせています。しかし戦前はどう生きるかではなくて、どう死ぬかという死生観でした。当時の人々にとって死は遠い先のことではなく身近にあったからです。自分は何のために死ぬのか、誰のために死ぬのか、人生に何をかけて死ぬのか、短いこの命を全うして生きるためにそれを真剣に考えて今を一生懸命に生きていました。今私たちは新型コロナウイルスに怯えています。パンデミックが起きた時、国民的な著名人が立て続けに亡くなり、死の恐怖は身近に迫りました。ところがこの恐れが間もなく差別を生み、他者に対する精神的な攻撃が始まるようになりました。闇雲な恐れは差別や憎悪を生み、戦争まで引き起こします。新型コロナウイルスの収束を願わない人はいないでしょう。ただそれがいつ収束するかは誰も知りません。しかしいつまで続くかわからないコロナ禍を恐れて内向きにばかり生きて、果たしてこの人生を全うできるでしょうか。戦後75年コロナ禍という災厄によって世の中の生活様式も価値観も大きく変わろうとしています。時代に翻弄されながらも人生を真剣に生きようとした御英霊から、私たちはその生きる姿勢を学ぶべき時を迎えているのではないでしょうか。本日皆様と共に世界の恒久平和とコロナ収束をお祈りいただけますこと、心より感謝申し上げます。令和2年9月21日はプロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございます。さてこちら靖国神社では、二松学舎大学附属高等学校書道部の皆様と書家竹本大輝先生による2組の奉納記号となります。それではまず二松学舎大学附属高等学校書道部のご奉納からです。皆様ご準備をよろしくお願いいたします。記号をしていただきますのは丸山智香さん、
井上康介さん、鈴木健太さん、大野凛香さん、堀井真理恵さん、久保川莉子さん、飯島ハオルさん、以上です。人前で書簡を書きます席上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、禅と同じで日本独特の精神文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と一緒に祈りながら書き上げます。それではどうぞよろしくお願いいたします。
二松学舎大学附属高等学校書道部の皆様によるご希望でした。ありがとうございました。それでは書道部を代表して丸山智香さんより先ほど書き上げられました書についてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回私たちは仁愛、真曰く、仁と辛いや我仁を卒すればここに仁至るを書かせていただきました。仁愛は本校の校訓の一つであり、人を思いやり慈しむという言葉です。また人を思いやる気持ちは一人一人の心に宿っていて、いつでも実践できることを願い、論語の一節、孔子は言う、仁は人から遠く離れたものであろうか、我々が仁でありたいと思えばその瞬間直ちに仁はやってくるものだという証拠を選びました。周りの人を思いやる気持ちを持って、コロナ感染を偏見などなくみんなで心を一つに乗り越えたいとの願いを込めました。現在このような状況になってしまったことで、私たちも部活動の時間が短くなり、今まで通りの活動ができなくなってしまいました。これまで当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくなり、普段の生活がどれだけ大切かということを改めて気づくことができました。思いやりと感謝の気持ちを忘れずに、一日でも早くコロナウイルスが収まることを願っています。今回はこのような貴重な機会をいただきありがとうございました。丸山智香さん、ありがとうございました。それでは続きましてご奉納いたします、書家竹本大樹先生をご紹介させていただきます。竹本先生は阪神淡路大震災を機に兵庫県の生田神社、京都府の平安神宮、松尾大社、さらに全国の五穀神社、また寺院においては聖徳太子御誕生の地といわれる奈良県の橘寺、さらに大阪城など全国の神社仏閣や城郭で奉納揮毫をされ、この度は京都市よりお越しいただきました。また竹本先生の揮毫のサポートをクリスタルボール奏者の川内美穂様の演奏によって行います。川内様は日本国内の神社仏閣、さらに海外ではキリスト教チャーチ、ユダヤ教シナゴーク、イスラム教モスクなど様々な場所で奉納をされていらっしゃいます。それではただいまより竹本先生の奉納揮毫を開始いたします。この度のテーマでもありますコロナ収束と世界平和を共にお祈りください。
竹本先生、お心を込めてのご揮ごありがとうございました。竹本大輝でございます。本日はお休みのところ、ご参集いただきましてありがとうございます。書き上げる前に最初に、ご説明すべきだったんですが、世界の平和と、新型コロナウイルスの収束ということを兼ねて、祈願を奉納祈願させていただきました。私が書かせていただきましたのは、一字目は持って、二字目は和、三字目はなす、四字目は尊い、貴重の木ですね。和を持って尊しとなすという、皆さんご存知の通り、聖徳太子の言葉でございます。で、この言葉は一番最初に書き上げたのは清水の舞台が最初だったんですけれども、もうそれから15年少し経ちますか。やはりこの言葉が平和にはぴったしだという気がします。で、ご覧いただきましたら、ちょっと古代文字ですのでね、私も若い頃から書いてまして、その何を書いてるのか分からへんと、そういうご覧になった方がおっしゃることが多いんですよね。で、皆さんにはなんか何が書いてあるか理解ができたら何か分かったような気がすると、ただ見ても分からへんというふうにおっしゃるんですけれども、私はこれなぜ古代文字でこういつも記号させていただくかといいますと、中国の黄河の流域に小さな国家が生まれまして、ちょうど中国の、時代で言いますと殷の時代、殷周秦漢の殷の時代ですね。今から3000数百年前の時代から文字が作られ始めまして、で、一番大事な営みが神様に向かってその吉凶を占うという、文字で言うならば恍惚法事なんですが、
亀の甲羅とか牛骨に、来年は豊作になるだろうかという、そういう国として大事なことを亀の甲羅とか牛骨に酷使して裏から穴を開けまして、で焼き粉を手を当てることにおいてそのひびの入り方が神様に教えてあるというところから文字というのは生まれ出したと言っても過言ではないと思います。まあ、それ以外にあと手紙の役目とか、その後後世に千年後に千年後に伝える歴史書という役目において文字が作られたという背景もありますけれども、まあやっぱり紙に対する営みっていうのが大事だったんでしょうね。ということはですね、紙古代のその甲骨文字およびその後の、まあ、私が使っているのが青銅器文字なんですが、青銅器文字は神様が理解できるということのが仮定できるわけで、神様が理解できる古代の文字で現代においてもその古代の文字を使うこと、まあ、古代文字言いまして、まあ、皆さん漢字のルーツです。漢字の古い形がこの形なんですが、それを使って祈願するというのが最も大事なんじゃないかということで、もう古代文字をずっと使っております。でこれ見ていただきましたらお分かりいただけるように、持っては右に傾いてますというか傾けました。で和は左に傾けました。でその次のなすというのも左ですね。それで最後は右に傾けて、まっすぐ字をずっと四字書いてですね、まっすぐ見えるのは当たり前なんですね。だからなんか綺麗な書というのはまっすぐ書きますから、一字見ても綺麗だけれども全体見ても綺麗と、これは当たり前のことなんですが、ただ中国の明清、中華民国の清あたりの時代にですね、中国で非常にその書のブームっていうか、そういうことが起こりまして、まあ書家と、まあ、もともと書家ではなく政府の役人、家教とか神事なんかの合格した役人 の試験を受けるためには、その書の筆記も試験にあるということで、まあ、書家イコール役人というイメージもあるんですけれども、そういう人たちが清の時代に、唱えたところによりますとね、古い人、かつての人、個人を求めず個人の求めたるを求めよう、表面的な書の、形だけではなく、その個人である書道家、まあ、優れた書道家たちが何を求めたかということを求めてそれを表しなさいということは、その人の真似にはならないですね。精神を引き継ぐということで、ですから一字ずつこうまっすぐ表現するんではなく倒していったということは、ご覧いただきましたら三角の空間があちこち生まれます。ご覧いただきますよね、まあ、斜めにこうするとこっちとこっちに空間ができるわけですけれども、文字を書く場合には書いた文字の形で、理解するんではなく、その作品の良し悪しは白い空間で決まるわけですね。その白いきれいな空間がを生かすことにおいて、それだけ見たら文字の形なんかはどうでもいいと、まあ、どうでもいいわけじゃないんですが、白い空間がきれいに残ったならば文字も必ずやいい形にまとまるという考え方ですよね。そういうことで、まあ、私は中国の、まあ、中国の書道を語らずして、日本の、まあ、書というものを語ることはできませんけれども、まあこだわりを持って、ただ紙に字を書いたらいいというのみならず、それを作品として生かすというところから、まあ、この記号においてもですね、それをもとに、続けておりますけれども、まあ、ちょっと作品の見方的なものは今、ご紹介させていただきましたが、今回京都から寄せていただきまして、東京では初めてです。非常に、まあ、
光栄だと思って、まあ、今回のあれに、任を大役を私に授けていただいたワープロジェクト大使の宮本代表には厚く感謝いたしております。まあ、今後はちょっと 東京では再度希望する機会がないか少ないと思いますけれども、まあ、今回本当にご覧いただいたことに対しまして厚く感謝申し上げます。本日はどうもありがとうございました。竹本先生どうもありがとうございました。それでは最後に靖国神社の村田権宮司様よりお言葉を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は秋のお彼岸で、今日は朝早くから多くの参拝の皆様方、先人への感謝と英霊の感謝のお参りが朝から続いております。そうした中、今日は非常に天気にも恵まれまして、この靖国の境内ではプロジェクト大使の皆様方によりまして、平和記号ということで大賞を奉納いただいたわけでございます。靖国神社に鎮まります246万のご英霊もさぞかしご感応になられたと拝察をいたします。靖国神社に鎮まります246万のご祭神、家族を愛する家族を守るために、地域を守るために、そしてこの美しい日本を守るために尊い命を捧げられたわけでございます。その思いを我々現世を生きる我々は感謝をし、その心を心として次の世代に伝えていく、それが現世を生きる我々の務めであろうと思っております。どうか皆様方におかれましても、今日は平和を記念する日として、再確認する日としてですね、このイベントに参加をいただきまして本当にありがとうございました。そしてこのオアプロジェクトの企画が日本中に、そしていずれは世界に届いて、世界中がみんな一つになって平和を希求する糧になっていただくことを心から祈念しております。今日は大変暑い中でございましたが、竹本先生、そして二松学舎大学附属高等学校書道部の皆さん、そしてこの演奏をいただいた本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございます。村田権宮司様、どうもありがとうございました。さて、本日披露されました作品は、今週末9月26日土曜日から12月25日まで優秀館常設展示台にて展示していただけることになりました。この機会に優秀館へ足をお運びいただき、改めて希望作品をご覧いただくとともに、ご英霊方の思いに触れてください。それでは以上をもちまして、第4回 9.21 世界平和の祈り奉納祭事を終了させていただきます。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。そして村田権宮司様をはじめ靖国神社の皆様、お手伝いいただいた皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。